Just a moment, please. Thank you so much, Ms. Gantu. I guess you guys are working on this, but no audio, Ms. Gantu. Switch your mind, I'm just about to call you. We're working on audio problems with the party. Hi. Okay. Station, this is Miwako Hasegawa. How do you hear me? あ、もしもし、相模原共和国の皆さん、よく聞こえます。こちら、国際宇宙ステーションの、希望共和国から、宇宙飛行士の野口です。こんにちは。じゃあ、せーのでいきましょう。せーの、野口さん、こんばんは。はい、元気な声が聞こえました。皆さんありがとう、こちら国際宇宙ステーション、もうすぐお昼になるところですけれども、今日は皆さんとお話しできるのをとても楽しみにしてました。よろしくお願いします。はい、野口さん、こちら銀河連邦本部、そして JAXA 宇宙科学研究所がある神奈川県相模原市の相模原共和国からです。私は相模原共和国の長谷川です。よろしくお願いいたします。今日は銀河連邦を組織する日本国内の6つの共和国を結んでお話をいたします。はじめに銀河連邦本部相模原共和国大統領加山俊夫相模原市長からご挨拶をいたします。野口さん、はじめまして。相模原共和国大統領の相模原市長の加山俊夫でございます。よろしくお願い申し上げます。銀河連邦は20年も長くの間交流を進めておりまして、宇宙への夢ロマン育んでいます。今日はですね、多くの子どもたちがここに来ておりまして、野口さんと交流するのを楽しみにしております。宇宙から見た地球のことなど教えてください。よろしくお願い申し上げます。はい、加山大統領ありがとうございました。そうですね、今日は、日本各地に、散らばっている共和国の皆さんと、こうやって、宇宙ステーションが直接つないでお話しできるということでとても楽しみにしてます。今日は地球の日ということでね、ここにも地球を持ってきましたけども、この地球の中に、銀河連邦の皆さんがこう散らばっているわけで、私もこの、宇宙ステーションから見た地球の様子などを交えながら今日はお話したいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは野口さん、今日は事前に寄せられたたくさんの質問の中から12人のお友達を代表して質問をしてもらいますので、よろしくお願いいたします。まずは秋田県の野代市、JAXA 野代多目的実験場がある野代共和国から質問します。野口さん、こんばんは。僕は野代共和国の野代第一中学校3年の鈴木武弘です。野口さんに質問です。国際宇宙ステーションでは宇宙飛行士の皆さんはどのような感じで寝ていますか？はい、滝弘君こんにちは。国際宇宙ステーションでは、宇宙飛行士一人一人に小さな個室が割り当てられています。言ってみれば昔の電話ボックスぐらいの大きさなんですけどね、その中に寝袋があって、自分専用のパソコンとか、ノートとかを置く場所があってですね、そこで寝ています。で、個室に入ってその寝袋、壁にこう寝袋が貼り付けてある感じなんですけども、もうそうするとね、すごく暗くて静かでとてもよく寝れますよ。ありがとうございました。はい、次に岩手県大船渡市 JAXA 三陸大気球観測所がありました三陸大船渡共和国から質問します。
野口さん、私は三陸大船渡共和国吉山小学校6年の赤坂亜美です。宇宙に行って一番素晴らしいと感じたことは何ですか？はい、亜美ちゃんこんにちは。そうですね、あの宇宙に行って、まあちょっと変な感じかもしれないけども、この地球の美しさっていうのをとても感じました。毎日もちろんこう宇宙の中で実験とかね、宇宙ステーションの組み立てやってるんだけども、窓に行ってこう地球を見ると本当にこう毎日毎日違った姿、違った場所で、本当に地球っていうのは生きてるんだな、素晴らしい、生命体だなっていうのを感じてます。はい、ありがとうございました。次は長野県佐久市 JAXA 宇須田宇宙空間観測所がある佐久共和国から質問します。京口さん、僕は佐久共和国中込小学校6年の山岸幸太郎です。宇宙から地球を見るときはどんなことを考えていますか？はい、幸太郎くんこんにちは。そうですね、あの先ほど地球はとても綺麗だという話をしてましたけども、やはりその地球を見て思うのは この美しい星に住んでいるいろいろな国の人たち、いろいろな地域の人たちが、こう平和に暮らしていってほしいなと感じます。よく言われることですけども、こう宇宙から見る地球にはこう国境はないと。で、本当にどの地域も、素晴らしい美しい自然というのを持ってるなと思います。ですから、この美しい地球をこう守っていくためにどうすればいいのかと、今何をすればいいのかっていうのを、世界中の人たちが考えて、平和に暮らしてほしいなというふうに思います。ありがとうございました。はい、次は鹿児島県肝付町 JAXA 内之浦宇宙空間観測所がある内之浦肝付共和国から質問します。野口さん、私は内之浦肝付共和国岸田中学校3年の岩井杏奈です。宇宙で生活していく中で一番大変なことは何ですか？はい、アンナちゃんこんにちは。そうですね、あの宇宙で暮らしていく時でも、やはりその自分のこう体調管理っていうのかな、自分も含めて、今6人の宇宙飛行士がいますけども、集団生活の中でみんなでこう楽しく元気にやることが大事なので、まあ、自分の健康管理をしっかりして、それから他の人のこう助けられる時には助け合って、ともかく、長期間の宇宙滞在をみんなで、協力し合って楽しく過ごすというのが大事かなと思います。ありがとうございました。はい、次は今年4月1日に新たに銀河連邦に加盟した北海道大気庁 JAXA 連携協力拠点大気航空宇宙実験場のある大気共和国からの質問です。はい、野口さん、僕は大気共和国大気小学校 2年の小島修斗です。野口さんは宇宙で宇宙人に会ったことはありますか？はい、シュート君こんにちは。楽しい質問ですね。残念ながら僕はこの宇宙ステーションに来て宇宙人を見たことはないですね。で、私は5年前にもスペースシャトルに乗って宇宙に行ったけども、その時にも宇宙人はいなかったですね。だけども、この広い広い宇宙のね、どこかに、地球と同じような、美しい惑星があって、そこに、まあ人間と似た、あるいは、まあもっと優れた、生命体がいると楽しいんじゃないかなとは思います。はい、ありがとうございました。はい、次は神奈川県相模原市相模原共和